はい、こんにちは。札幌占い美容師相馬橋の元です。モデルさんの方からこういう見えてるかわかんないけどグレージュのこういう感じにしていきたいと思います。はい、で、はい、これは今ビフォアの状態です。ちょっと後ろをこうしてこんな感じ、ちょっと回しますね。これがビフォアの状態です。こんな感じです。で、履歴はブリーチしてるの、何回ブリーチしてるの？これは2回です。あ、1回です。1回してこっちだけしたみたいな感じ。2回目さらにね、はい、あー、そうか了解です。前染めてから結構経ってないんですか？2ヶ月経ってます。あ、そうなんです、はい、で、ここは染めたの？ここは染めてないんです。これ地毛なの？あ、いや、こっちもなんかブリーチかけてたのかな。で、こ、あ、うん、あー、え、これブリーチかけてんだ、ここ、うん、嘘、わかんないです。あれは何をしてたのか分かんないですけど、ここもじゃあ何か色やってたわけ？何かやってました。あ、結構ね、あのメラニン色素がしっかりされてるので結構赤く出やすい感じなんですよね、髪質的に。だから結構難しいです、グレージュのカラーやる。はい、これで染めていきます。で、この薬は何かと言いますと、あ、ちょっと前の写真があります。これはアディクシーのエメラルドの3と、シルバーの3が、エメラルドが3のシルバー1です。で、それに、ニーザイとキサンタンガムと、あと、髪の毛が良くなるムササビトリートメントをこの中に入れてますね。で、それで染めていきます。で、まずやり方超簡単なので、あ、そう、最初に分け目を聞いといた方がいいんですけど、分け目ここだね。はい、これ聞いとかないと後でこのまま同時進行でメッシュを入れますので、後でぐちゃぐちゃになっちゃうとあれなので、最初にモデルさんの分け目を聞いといた方がいいですね。これでいいですよね。はい、はい、で、この状態で普通に根元、ちょっと冷たいけど、はい、かもしれません。で、根元からやっていきます。根元の方はかなり赤みが出そうなんで、エメラルドをがっちり入れて、ます。アディクシーノさん使う場合はちょっと色がね、後でちょっと飛んだやつとかが後で発色してたりとかするんで、皆さん顎の下とか耳周りとか気をつけてください。で、白髪染めじゃないのであんまりがっちり染めなくても僕はいいかなと思います。あの、そのぐらいにやらないと結構肌が染まっちゃったりするんで、気をつけてください。多分普通のブリーチして、カラーしてブリーチしてとかっていう工程だと、まあ、早くても3時間ぐらいかかるんで、これだと1時間で終わります。なんで、まあ、結構気軽なメニューかなと思います。1時間ぐらいでカラーは終わるかなっていう予測です。なんで、ちょっとその写真のあれとはちょっと違うかもしれないですけど、まあね、これぐらいでやった方がいいよ。で、これから2年後ってどう？この髪が2年後でもさ、結構このぐらいになってると思うんだけど、この今やってるこの辺がさ、これブリーチしてたら今から2年後さ、ダンダケと付き合っていかないのかもしれない。それきつくないですか？でしょ？だからね、やめてもいいよ。そう、まあなんかね、ダンスしてるとかなんかそういう人前に出てどうしてもその明るくしたいとか、まあ、あれは別ですけどね、そういう仕事柄とか、この脱ぎ幅としてはブリーチが入ってるラインまで伸ばしてもらって、はい、で、ここで、しっかりこのギリのラインまで濡れてるかっていうのを確認します。はい、こんな感じで、ちょっとオーバーラップするぐらいがいい。金髪のところぐらいまでは塗っちゃっていいです。で、このぐらいで、ここをちょっとなじましていきます。で、ここでポイントなんですけど、あのメッシュ入れるときにやりやすいように、あのバックシェイプというよりはもう真下に下ろす感じでやっといた方が後でメッシュが入れやすいので、次の仕事がしやすいように、収めておいた方がいいと思います。なので通常通り、イヤートゥーとバックを分けてちょっと塗っていきます。こんな感じです。
入って表面塗ります。でサファイア3なんであんまりブリーチのところかぶんない方がいいかなとは思うんですけど、あんまりかぶんなすぎてもそこがオレンジっぽくなっちゃうとすごい嫌なので、皆さんできればあとちょっとで1万人到達できそうなので、まあ結構動画だけ見て、まあそのままアプローチなしの方もほとんどだと思うんですけど、できれば皆さん応援してほしいなと思います。見てる方は、登録ボタンを強制的に押してください。いや、そうなんですね。あとちょっと。そうですね。はい、お願いします。あなたの一票が、はい。で、こういう風に顔についてくるんで、これマジ危ないんで、3等のやつは。もう、うちは、アルギニンってわかりますかね、飲むやつ。アルギニンを水で溶いて取ったりします。なんかあまりリムーバーとか使いたくないんで、まあ、このぐらいだったらちょっと早めに取っとけば大丈夫なので、あとクリームもなんか塗るのめんどくさいんで、白髪染めとかじゃなければあまり塗りません。でこの感じで、で毛先が結構今、結構黄色っぽく抜けてるんで、この上にサファイアじゃないや、エメラルド乗っけちゃうとちょっとグリーンになっちゃうんで、サファイアもちょっと多分グリーンっぽくなるんですけれど、この上に入れちゃうとしたら、なので今度は、また3トン使うんですけど、シルバー3のエメラルド1、シルバー3のエメラルド1、今度真逆ですね。それをちょっと作って今度毛先を塗っていきます。いいでしょうか。シルバー3のエメラルド1、それを今度毛先塗ります。今日はサファイア使いません。シルバー3を3に対して、エメラルドがの3トンが1です。でそれにオキシが 1.5% で、オキシ2倍の状態で染料ちょっと薄くしてます。でさらにそこに毛先結構ダメージがあるんでムササビトリートメントをちょっと入れてます。で毛先なんてもう結構適当で大丈夫なんで、もう手で塗っちゃいます。手でもうこつっ結構色入りやすいと思うんでね、毛先のブリーチはもうこんな感じで手で塗るぐらいでいいんじゃないかなと思います。まあちょっとキサンタンガムで若干粘土をつけてるので染みてないですよね。染みてないです。はい、でこれで OK。でここで、ブリーチを入れるんで、ちょっとコーミングだけしっかりしといて入れやすい状況をちょっと作っておきます。はい、で、根元から手でなじませながらしっかり、はい、ちょっとでこの時に顔についてるのはしっかりちょっと、落としておいてくださいね。そうしないと結構染まっちゃいますから、何回も言ってますけど、本当に後で時間がロスっちゃうので結構染まっちゃうと、顔が取るのに時間が10分20分でかかっちゃうとちょっとそれがロスタイムになっちゃうので、あとねクロスにも結構ついたのはしっかり拭いてあげないと洋服についてトラブルの原因になっちゃったりもするので、そこもちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思います。で、ここからがまあメインなんですけど、でこの残液があるんですけど、これは後でトナーで使うので皆さん捨てないで置いといてください。シャンプー台で揉み込み用に使います。で、この後にブリーチを入っていくんで、ちょっとブリーチの準備をしていきます。皆さんブリーチ入る前に一回、顔周りチェックしてください。あとこういうところとかに毛がプルッとこうついてですね、後で大変なことになったりするんで、この顎下とかもチェックですね。チェック場所。大丈夫ですね。はい、顔周りと、あとクロスは本当に危険なんで、皆さん気をつけてください。長い間放置するときは、気をつけてください。で、今ベース、ごめんなさいね、用意するのはリパレットパウダーブリーチオキシ2倍、ファイバープレックスを混ぜてます。ケアブリーチですね、ダメージが少ないようにファイバープレックスを混ぜております。はい、ではやっていきます。
でまず、メイプから入っていきますね。ほとんど、スタイルで考えてみてください皆さん。ほとんど中の毛ってこの辺から下はほとんど毛先出ないんですよ。なので適当です。適当って言うと言い方が多いですね。毛先の方で中間とか毛先の方でウィービング取ってあげて、そこだけあんまり根元の方は攻めなくて大丈夫かと思います。こんな感じで大丈夫です。で根元の時、最近攻める時は反対にシュッてこうシュッてやるぐらいが一番いいです。そうしないとメッシュの入り口のところが結構はっきりしすぎてしまうので逆塗りをします。僕は最近で手についたブリーチ剤はしっかり取ってください。でハケットをウィービングするのは確実に分けてください。で3センチスライスで大丈夫です。はい、3センチスライスで取っていきます。で、ウィービングの取り位置はもうセンター1個で大丈夫なんでこの、この辺ですかね。この髪の毛の真ん中辺ぐらいで取ってあげるといいかなと思います。はい、でちょっとしっかり見ていただきたいんですが、まずここ塗ったら逆にシュッて1回こういう感じですね。わかりますか。これでつながりがきれいにできます。でコーミング毛先です。はい、コイルは時間管理しません。でこの感じで進んでいきます。3センチっていうのは指2本分のスライスの幅なので指2本分を、はい、次進んでいきます。はい、指2本分進みました。で止めて、はい、そしたら今度ここも、センターに集めてもう全然大丈夫なんで、このように、はい、まあ、1.5 ぐらいの幅で取っていきますね。はい、この時に、この原液自体に基酸炭ガム入れてるんでやっぱり結構取りやすいんですよね。なんでそういうところでも、まあ、導燃剤は結構使えるかなと思います。で、反対側にシューッとこういう感じです。はい、いいですか。はい、でそのまま毛先をたっぷり溜めながらドンっていう感じですね。手を拭いてまた3センチを取っていきます。はい、3センチを取ります。はい、コーミングしたら、はい、髪の毛の真ん中辺の位置でウィービングを取っていきます。根元では取りません。はい、この辺もあんまり、ほんと中間ぐらいからしか見えてこない毛ですので、はい、中間にリパレットを当ててドンと1回止めます。ここで靴で止めて反対側にシューッと逆塗りをします。はい、その方が入りがきれいになるので、そして毛先にそのまま、ブリーチ剤をなじましていって、はい、ドンとこんな感じです。はい、で、今度表面の方をだんだんいきます。また3センチ取っていただいて、はい、こんな感じですね。はい、ウィービングがちゃんと取れてるか確認してから、はい、大丈夫ですね。そしたらリパレットでまず1回ここで仮止めします。動かないように。で、ちょっと表面側は少し今回のスタイルはグラデーションじゃないのでちょっと根元側に逆塗りしていきます。いいでしょうか。これちょっと難しいかもしれません。つきすぎるとダメですし、そーっと、はい、こんな感じに逆塗りをして最後こう逃がす感じにしないと薬が溜まってしまうので皆さん気をつけてください。最後はさっとこういう風に逃がしてください。はい、で、コーミングをしながら毛先の方にドンですね。はい、で次です。ポイントはこのポイント、次は表面は入れないということですね。で表面をラウンドして、表面のこのラウンドしてちょうど表面のところを逃がしていきます。はい、ちょっとラウンド状に山切りカットにして、表面に来る毛のところをちょっとカバーします。ここはもうやらないということですね。でその下の毛を、ウィービング取っていくんですが、ここはあまり入れない方がいいです。細めで
入れた方がかっこいいです。なのでここは細めに入れていく感じです。でここで止めます。止める、はい、止めました。止めたら、はい、反対側に優しくそーっと、そーっと、ここはすごい難しいですね。慎重にいきます。そーっと、はい、こういう感じにして毛先を塗っていきます。はい、で毛先にこんな感じですね、はい、で手をしっかり拭いて今度サイド入っていきます。だからすごい早いですよね。それ終わったらもう終わりなので、あと乳化方法ですね、問題は。で、まず3センチ取ります。3センチを取って、この時に顔前にすごくこういっちゃうと顔染まっちゃうんで、バックに絶対押さえてください。で、ここも根元が出ませんから、で、ここでやっちゃダメなのは顔周りの1個目は絶対取らないでください。ダサくなります。はい、で、ここでブリーチで1回仮止めして、仮止めしたら反対にそーっとやっていきます。あんまりしつこくやると根元のつな、このつながり、ブリーチのつながりが結構汚くなっちゃうんで、1回ぐらいそーっとやれば大丈夫です。もう1回やってみますね。はい、で、3センチ指2本分のところでスライスを取って、後ろの方にしっかり収まるようにします。で、髪の毛の中間ぐらいのところでウィービングを取っていきます。顔周り1個目は取りません。こんな感じです。で、ここでまず1回薬で止めます。仮止めして、で、ここで残った残液でそーっとこっちに伸ばしていきます。もうこれぐらいで大丈夫です。で、毛先の方をブリーチをしていきます。だ、このメニューは結構高単価取れると思うんですけど、大体2時間ぐらいでカットと合わせて終わるので、結構いい時間単価になるかなと思います。で、多分お客さんもそんなにこの2時間ぐらいなら疲れないんで、長期戦になっちゃうとやっぱりお互い疲れてきちゃうんで、結構その割に大したことないみたいな感じになることが結構あるので、はい、ここで一回止めます。で、止めます。で、止めたら反対にスーッと持ってきて、で、毛先を拭いていきます。こんな感じですね。はい、で、今度は表面の方がちょっと近づいてきたんですけど、ここで残り3センチぐらいなんで、ここも表面を5ミリから1センチぐらいですかね、1センチ捨てます。1センチはやらないっていう感じですね。ここは捨てて、で、この3センチのところに今度はちょっと細めで入れていきます。ここら辺結構入れすぎるとすごい主張されすぎちゃうので、気をつけた方がいいですね。で、頭のこの R が強いところ結構アピールされやすいので、塗るとしたらこの R の下ぐらいから、8下ぐらいから塗ってって、ここはそーっとこんな感じが一番嬉しいです。で、で、顔周りがちょっとないから、顔周りのところをちょい塗ります。ちょっと細めがいいです。細めをちょっとだけ、1本目は入れない方がいいので、ここに、はい、反対にスーッて塗っていって、毛先の方だけ手でぼかします。グレージュカラーの、グレージュカラーのちょっとまあここ乳化の、乳化っていうかな、ブリーチのところに色を入れていく方法ですね。はい、ではちょっとやっていきます。